名の花の沖きは、柴良太郎の長編小説で、1979年4月1日から1982年1月31日まで1014回に、わたって、産経新聞に連載された。江戸時代の海戦商人である、高田屋貨幣を主人公とした歴史小説で、珍しく民間人が主人公だった芝作品は、歴史小説の定裁を取りつつも、 作者独自の歴史観による解説を織り込んだ構成を特徴としており、後期作品である本作は、近世社会の社会経済や和戦の設計、公開術をはじめ随所で、自弁的に指論を述べつつ、後半で、主人公が当事者となるご老人事件へ至る、背景事情とともに、物語が進行する構成である。2月12日の命日、菜の花木は、タンポポや、 菜の花などの黄色い花が好きで、この作品の由来になっている。1999年4月から2001年3月まで、ジェームスミキ脚本で、わらび座にて舞台化され全国公演で行われた。1985年度の大河ドラマの候補となった、こともある。NHK 放送75周年を記念で、連続テレビドラマ化、2000年12月に、BS ハイビジョンで放送された。 2001年には NHK 総合テレビでも放送された。2006年には時代劇専門チャンネルで放送された。ほか、ありがとうございます。